今週はですね、ちょっと風邪をひいてしまい、まあ、皆さん方にこう聞き苦しい、お話になってしまったと思います。今回はですね、私の風水サロンがいよいよ、18日にオープンという形でですね、そちらの方にですね、今後ぜひ興味ある方々は、お越しいただきたいなというふうに思っております。やはりその運気のいい場所で皆さん方が望む、例えば財運ですとか健康運ですとか、健康運今自分が語らないんですけど、あと勉強運ですとか、それから人脈運、仕事運ですね、そういったことをですね、皆さん方に、良い運気というのをお知らせしてですね、皆さん方が今以上にもう向上していくということをですね、ぜひお伝えしていきたいなというふうに思っております。まあ、ちょっと予約制ですので、前もってですね、ぜひご連絡いただいて、お越しいただければなというふうに思います。